一定の区間の植物集団全体。が光合成で生産する有機物の量全体ね。ある時点の植物集団のこの量を現存量と言います。この棒グラフみたいな、もののこの長さはこの物質の量の多さを表すからね。でその集団が作った有機物の量の総量を総生産量って言います。生産者が作った有機物の総量、OK？ それを総生産量って言います。だけど植物って有機物を作ったそばから分解してっちゃうから、実際増える有機物の量はこれぐらい、それを純生産量って言います。なんで作ったそばから分解してっちゃうかっていうと、当然呼吸に使うからだよね。だって植物って別にボランティアで有機物を作ってるわけじゃないんですよ。自分で、ね、呼吸で使うから作ってるんですよ、ね、呼吸量。じゃあね、以上この分、ね、呼吸で使った残りはね、全部成長に使えるんですか？植物集団成長するんですね、成長するんですか？ね、次の年の食、ね、生産者の現存量はこんなに大きくなるんですか？ね、それはちょっと計算が大雑把すぎます。森の中を歩いてみると、たくさんたくさん落ち葉が落ちてることに気づきますね。落ち葉。また、至るところに折れた枝などが転がっています。この折れた枝とかね、落ち葉って、まだまだ全然有機物を含んでますよね。そんなふうな落ち葉とか折れた枝に含まれる有機物の量を、枯死量って言います。枯れて死んでしまった量、枯死量。さらに、草食動物もいるじゃないですか。草食動物に食べられてしまった量、それを被食量って言います。それでもね、これだけ差し引かれてもまだ有機物が余っているんだったら成長に使うことができる、ね、成長量となるわけです。で、一次消費者の物質収支までちょっと確認してみましょう。で、被食量をちょっと拡大してみますよ。一次消費者の現存量をこれぐらいにしましょうか、ね、で一次消費者の摂食量がこれぐらい。生産者の被食量と一次消費者の摂食量は普通等しいです。だって食べられた量は食べた量と等しいよね。でね、食べた、ね、接触ってこう口の中に入れたって意味だから、口の中に入れても 100% が消化吸収されるわけではなくて、やっぱり消化されずにこう排出されてしまう量もあるんだね。そういうのを不消化排出量って言います、ね、不消化排出量、ね、で不消化排出量を除いて、ね、しっかり体内に吸収された量、それを同化量って言います。同化された、ね、蓄積した有機物、ね、僕たちは、同化された、ね、蓄積した有機物は、ね、一次消費者は呼吸に使いますよね。分解してエネルギーを取り出して、ね、生命活動に使う呼吸ね、呼吸量。で、これ生産者と見比べてほしいんだけど、このね、総生産量っていうのは一次消費者でいう同化量に相当するんですよ。で、総生産量から呼吸量を除いた量が純生産量と言われたように、動物でも同化量から呼吸量を除いた量はこれ、ね、純つけない場合もあるんだけど、やっぱり同じように純生産量と言われるんです。ちょっと見比べてみて。 OK、 総生産量から呼吸量を除いた量は純生産量、ね、同化量から呼吸量を除いた量は純生産量、 OK、 純つけない場合もあるよ。
あとは、ね、ウサギだって死んでしまう場合があります。また狼に食べられてしまうかもしれません。脂肪量、非食量、そして残った量を成長に使うことができます。少し複雑だけど、しっかりマスターすれば得点源になりますからね、しっかりマスターしましょう。